本部寄りとか加盟店って、ね、僕はフランチャイズ業界が、まあ、良くなるってことだったらどっちにも作ってる、そういうスタンスなんです。フランチャイズ本部の社長からというしてコメントさせていただきますと、うん、武田塾もスーパー優しい本部だと僕は思ってるんですけど、いきなり隣に校舎作ったりしないし、うん、なんか問題があってもダメだよっつって2回ぐらいまでは OK するし、うん、優しいんだけど、でも本部が怖いだったり変わってしまったとか成長してダメな校舎、うち D 校舎判定っていうのを出して契約を更新しなかったりするんですけど、ダメの D じゃないですからね、 ABCD の D ですよ ね、 ですよね。そうだけどめったにないですよ、めったにないんですけど、おお、これ守ってないとダメだよってところではさすがにね、しかもまあ一発じゃないですからね、基本的に2、3回です、ええ、でもこんなに優しいとやって思ってても、いや、いい本部ですよって言ってくれる方もいますけど、いやー本部厳しいっす、怖いっすよ、監査怖いっすよとか言ってる人いそうじゃないですか。いや、いますよね。だからセブンイレブンぐらいの規模だったら、そりゃ血の通った本部をやってても一部本当に本部は恐ろしいっていう人がいるのはそうでしょうね、うん、SV の担当者にもよるだろうしね、地域ごとにもよるし、うん、もう大企業だからね、それは人にもよるよね、それはね。経営感覚で言ったらね、やっぱりこう自分の店をいかにうまくやるかということで、うん、SV との関係性、コミュニケーションというのも自分の方でできるところを考えていくとかやるんだと思うんですよ、うん、普通のオーナーで、店長感覚の人はそんなこと考えないと思うんですね。今担当している SV は外れだとか、うん、外れた時にはどうやったらいいかとか、そういうふうに考えていくのはやっぱ経営感覚だと思うし、いろんな意見を聞いて思ったのは、セブンイレブンは4人目のオーナーの方のような経営者的な人は入ってないんだと思うんですね、率が少ないんだよね。そうですね、うん、逆にそういう経営者的なオーナーだからちょっといい対応してるとかね、1オーナーの店舗入ってるオーナーさんまではもう細かくてもそんな細かく対応できないんだよ。やっぱ多店舗ポイントあったんじゃないの、うん、その経営者さんには。そうですね、どう思います？まあ、そうだと思います。それもあるよね、絶対ね、うん。だってこの人ゾーンを変えて4つやってるって言ってたから、こんな人いるんだと思って。マジ？うん、だからその、ね、近所のセブンイレブンが調子悪いからそこも一緒に面倒見てやってるんじゃないんだよ。あとさ、そのセブンイレブンをね、僕たちの知り合いで某加盟してた方は、ね、人雇ったらでも収益が上がらないからこれ諦めたっていうふうに言ってるじゃないですか。うんうん、うまくマネジメントすると儲かるんですかね、やっぱエリアによるんですかね、どっちなんですかね、うん、マネジメント力ではどうにかならないもんなのか、オーナーさんの力によってそのうまくマネジメントすれば多店舗展開できるの、これは分かんないね、うん、まあ、武田塾的な発想で言うとオーナーさんの力なのかなって気はしますけどね、うんうん、でもやっぱりセブンイレブンの一つの方向性としては、うん、こういう経営感覚があるオーナーがやっぱりいくつも店舗を保有していくっていう方向に行くんじゃないかと思うんですね、うん、今までの方向性としてはパパママ商店、うん、パパママストアでしたっけ、うん、そういうのがいいって思ってたんでしょ。もともとはもうそこからですから、うん、パパママ路線がやっぱり厳しくなってきたっていうのが、うん、まあ、この今回の、まあ、騒動ですからね。まあ、実はセブンイレブンが一番実は遅れてるんじゃないかな、この多店舗というのは。ファミマとかの方が後発だったがゆえにね、ファミマローソンの方がこう多店舗持ったらロイヤリティを下げるっていう、うん、まあ、10店舗20店舗ってオーナー結構いるんですよ、うんうん、だそこは今回思ったところですね、うん、松本さんがああいうふうな形で世の中に世に問うたことによって、今まで言われてたことが世の中に出て、でこれやっぱ僕は業界としては良かったと思うんですよね。あとね、僕のスタンスがどっちの味方なんだかよくわからないって、これまあよく言われるんですよね。うん、これは僕はフランチャイズの業界、コンビニの業界っていうのが良くなるっていうのの味方なんですよ。そのためには松本さんがやったことっていうのは、やっぱりあれは素晴らしいことなんです、僕から見たらね。あれによって業界は良くなるんですよ。でもそれは松本さんが裁判で勝手が良くなるっていうもんじゃないんですよ。松本さんが起こしたあの行動によって業界が揺さぶられて、そこでいろんなことがあって良くなる。だ僕はこの今回松本さんを評価をしてます。もちろんそれはコンビニ業界にとって、これはこの人がやったことは結果良かったってことになるというふうに思ってるからってことですね。おかげで皆さん時短できてるんですからね、うん、本部寄りとか加盟店って、ね、僕はフランチャイズ業界が良くなるってことだったらどっちにも作ってる、そういうスタンスなんです。僕もフランチャイズ本部やってるのに、あんなね本部に歯向かうオーナーさん出したらもうねハラハラしちゃうんですけど、でも僕もフランチャイズって本当にいいものだと思ってるんで、フランチャイズの素晴らしさを伝えたいんで、いい面も悪い面も含めて伝えてですね、業界が良くなるといいですよね、はい、